栄光学園中学校、高等学校、栄光学園中学校、高等学校、栄光学園中学校、高等学校は、神奈川県鎌倉市玉縄4丁目に所在し、中高一貫教育を提供する、私立男子中学校、高等学校、高校からの生徒募集はしていない、完全中高一貫校、カトリック修道会の一つである、イエズスカヨ、 教育母体とするミッションスクールである。当校の指す栄光は A.D. メイアームでグロリアムより大いなる神の栄光のためにというイエズス会の標語から来ている。イエズス会によって1947年昭和22年横須賀下浦に旧正栄光中学校設立。その年のうちに申請となり1949年 昭和24年栄光学園中学校、高等学校となる。1964年、昭和39年には、横浜市坂区に隣接する鎌倉下真奈和へ移転した。最寄り駅は、JR 東海道本線、横須賀線など6路線利用可能なオフナ駅。設置者である栄光学園は、2016年4月に3つの学校法人、六甲学院。 広島学院、大成学園と共に、学校法人上智学院へ合併した。合併後各学校法人は解散するが、各校は上智大学の付属校にはならず、名称もそのままに独立経営を維持。各学年の定員180人、規模、1学年4クラスも変わらない。創立70周年を迎えた2017年春、熊健吾、21期。 東大教授、建築家。新国立競技場の計画案をデザインの設計監修により、新校舎が完成した。キャンパスは東京ドーム約2.24個分の広さを誇る。緑豊かな11.1万メートル環境を誇る。旧校舎は3階建てであったのが、低層2階建て、1階は鉄筋コンクリート造り、2階は木造のハイブリッド方式。 エアコンなど完備。2017年度のグッドデザイン賞に選ばれた。免法アザーズ、他者のための人間の教育理念のもとで、人格教育に重きを置いた教育がなされている。世界に通用するリーダーを養成するため、心身ともに徹底的に鍛えるという教育方針を取る。カトリックの学校であり、しつけや学習の指導は厳しい。一方で、 名文化された校則はなく、自由である。卒業生1万人中3000人以上が、東京大学へ進学、中学入試も、神奈川五三野の一つと言われており、神奈川県内のみならず全国屈指の難易度を誇る、超進学校であるが、学校は真理に基づく、人間教育を実践、進学実績の数値や、偏差値だけに左右される教育とは一線を画している。 直近2018年大学入試では、東京大学に77人が合格した。2008年から2013年までの卒業生、計1076人の主な進学先は、東京大学350人、国公立大学医学部98人、一橋大学63人、東京工業大学39人、その他国公立大学107人、私立大学医学部37人、 慶応義塾大学134人、早稲田大学102人、その他私立大学117人、その他29人、東京大学理科3類、慶応義塾大学医学部は、医学部の集計に含まず、浪人中、進学先不明等は、その他に含むである。修塾度別クラス編成は採用していない。6年間を、初級、中級、上級に分け、 中高生としての心身の成長に重きを置いた教育を重視している。中1から高3のすべての授業において授業の開始前と終了前に名目を行っていなければならない。これにより精神集中を図っている。中学1年から倫理の授業があり、中学では登校の歴史、方針を教えている。高校2年では理科など一部の科目で、 選択必修という形式をとっているが、本格的な受験に向けた体制は、高校3年時のみで、理系クラス、通常 A、B 組、文系クラス、通常 C、D 組の分離はけがされる。特別な宗教授業などはない、ミサや聖書研究などはあるが、任意参加。外国人教員も加わる。英語教育は質が高く、本校が独自に開発した教科書、 プログレスインイングリッシュは他校でも使われている。国際科学オリンピック、数学、物理、科学、生物といった課外活動をする者も,も多く、金メダルを獲得するなど、出場常連校である。また、数学甲子園、科学の甲子園など各種大会でも、例年上位入賞している。パソコン甲子園ではグランプリを獲得。 全国高校生英語リベート大会でも2015年優勝を果たし世界大会へ出場した。2018年度も科学の甲子園と数学甲子園でそれぞれ優勝し国際地学オリンピックでも日本代表に選ばれた。2時間目と3時間目の間には中間体操に取り組んでいる。原則上半身裸で体操する。学校は 勉強をする場所であるという教育理念に基づき、部活動は週2回と定められている。中学生は全員、何らかのクラブ活動に参加が必須である。サッカー部は全国高等学校サッカー選手権大会に第35回大会と第42回大会の2回、神奈川県代表として出場している。野球部も2003年に、 全国高等学校南式野球選手権大会に南関東地区代表として出場。2015年春季南式野球神奈川県大会では準優勝。2018年の春季南式野球神奈川県大会及び春季南式野球関東大会で優勝した。また、体操部は2014年ダブルダッチの世界大会で優勝している。文化部の取り組みも活発で、 歴史部員が加藤陽子東大教授の課外授業に取り組んだ過程が、それでも日本人は戦争を選んだ朝日出版にまとめられたほか、各種大会優勝を成し遂げている囲碁将棋部、生徒自身が自主運営しながら高いクオリティを維持しているブラスバンド部の演奏活動などが大々的に知られている。有志によるボランティアも大々熱心に繰り広げられている。 近隣の老人ホームを慰問したり、施設に預けられている子どもたちを定期的に慰問したり、するなどの活動を展開している。2003年には全国高等学校クイズ選手権で優勝を果たした。2015年にも神奈川県代表として出場した。同校ホームページによると、各界で活躍する同校 OB の深度ガイダンス、OB ゼミも定期的に実施するなど、 志望大学受験の10年後、20年後を見据えた具体的な進路指導も重視している。毎年10月末もしくは11月初めには、全校生徒らが湘南の海岸道路を行く、歩く、大会 30km 行程が実施される。5月初旬には、栄光祭、文化祭、9月下旬には、体育祭が行われる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。